元は大丈夫なんですけども、ちょっと卵が入るんで、登場してもらいます。で、ちょっとね、発射準備の方だけ、ちょっとこれだけ設定させてもらいますね。はい、で、反応装置、こちら、親指でプッと下に下げてもらったら、準備できるんで。それでこれですか。で、もう今、打ってる状態でございます。で、もうちょっと重心、上げた方がいいと思います。次。はい。で、アーミレーターみたいな。どれぐらい打てますか。結構な時間打てます。で、はい、左手、一応ボタンが、はい、ついてるんですけども、はい、プチッと、左手の前で押していただくと、レーザーが出ますので、そうです。あ、これか、これか。あ、いいのついてる。あ、一応照明バッチリ合わせてるので、そうです。あ、なるほど、なるほど。いいですか？いいですよ。あ、ほんとだ。食べと思ったら全然万が一じゃないですね。普通に飛んでくる。すっごい。いった。顔いった。いいやつだ。これ触らない。はい、どうして？で、ね、安全装置上げとるので、はい、下に下げていただいたら、じゃあスタンオッケーなんで、はい。はい。下げてこのトリガーでいいんですね。で、これですね。これお、重っ。さっき足で言ってましたけどね。ここでパチッといって、はい、えっとちょ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 っと来ました今痛い痛いみんな無いやーこれ切れそう。お前の場合は。すげー。これでおいくらぐらい吹っ飛ぶんでしょうね。たまらいが結構バカなんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。おいちょっと唇直撃したんだよね。唇。はい、というわけで、本日は京橋にありますシューティングバー5さんから。一日だけ、バー剣道という形で、三上さんのインタビューをお送りしてまいりました。どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回が第1回なのか第2回があるのか全く分かりませんが、また皆さんなんかこういうのが聞きたいというのがあればリクエストいただければと思います。それではありがとうございました。さよなら。さよなら。